圧勝、虎が千爆発。これはもうあれ、おん。この勝ちは大きいよ、おん。岩貞戻ってきてよかったね。久々にゆっくり観戦できたわ。明日も3番ノイジーな。村上に3点分けてやれや。ノイジーとかいう延命のプロ、打線が温まってきたのがええね。つか、死球で溜めたランナー返したのマジで、久々ちゃう？交流戦得点圏悪すぎた。ヒロインは西佐藤ノイジーか。やっぱミエセス、佐藤なんよなおん。アヘタンはいらんわ。12球団制覇か西。まだ相手のミスにはつけ込めるな。普通に打って、普通に点取れるようになるのは、まだまだやわ。佐藤副長でよろしいか？やっぱ相手投手の立ち上がりにつけ込めると強いな。明日は、糸正が頑張っても完封負けや。ノイジーもやけど、木浪にも延命、言いたそうな人多そう。なんでミエちゃん固定せえへんのや。投球内容は、あれやけど6回2失点なら、2しようやっとる。しかし、近本中野は、連動してそうやな。二人ともヒット出てよかったわ。打線復調か？と思わせて明日、山岡にチンチンにされて、また霊音停止するまでがデフォ。西は、ようやっとるよ今年規定のる、投手が西だけになる、可能性すらあるし、こういうピッチャーは必要。佐藤休んだら打ち出すし、単純に、体力つき取るんちゃうか。定期的に休み入れればええのに。今日はまあ敵がくれた勝ちよ、明日が勝負やな。なんやかんやで交流戦5分で、フィニッシュしてくれたらええねんけどな。僅差で負けて、大差で勝つ。